最近しゃべり疲れたんで、カレンさん解説してください。わかりました。じゃあ頑張ります。皆さんこんにちは。 L チャンネルは身近なニュースや法律を分かりやすく解説していくチャンネルです。法学部で法律の勉強をしている私カレンとレック東京リーガルマインド専任講師であり弁護士である竹山が解説していきます。最近しゃべり疲れたんで、カレンさん解説してください。わかりました。じゃあ頑張ります。刑法は何が犯罪となりどのような刑罰が科されているかを定めた法律です。例えば人のものを盗んだ場合は窃盗罪っていう犯罪になって、10年以下の懲役か50万円以下の罰金という刑罰が科せられます。そうですよね。刑事訴訟法はどういう法律ですか？刑事訴訟法は犯罪捜査の手続きと刑事裁判の手続きなどを定めた法律です。窃盗罪を犯したと疑われる人がいればその人を逮捕できるか、家とかにガサ入れができるのか、刑事裁判はどのように進められるのかなどが規定されています。ガサ入れとか物騒ですね。そうですね。疲れたから民法と民事訴訟法は任せました。はい、ブーメランで帰ってきました。民法は財産関係と家族関係について定めた法律です。例えば物を買う売買契約や家を借りる賃貸借契約、離婚や相続などの規定があります。一方民事訴訟法は物を買ったけど引き渡しできない場合などに裁判を起こすことがありますが、民事裁判の手続きについて定めた法律になります。刑法や民法のことを実態法、刑事訴訟法や民事訴訟法のことを手続き法と言います。法学部の入門の授業みたいになってきます。そうですね。ところで、刑法、刑事訴訟法、民法、民事訴訟法だったらどれが得意ですか？民法が好きです。民法が好き。はい。一番嫌いなのは？一番嫌いなのは、この中だったらでも全部なんか楽しいですよね。このあたりは全部好きな系です。はい、このあたりは、はい。あれですよね、行政法が嫌いなんですか？そうですね。はい。本日の L チャンネルはじゃなくてカレンちゃんが言うんですね。はい、すみません。ありがとうございます。はい、本日の L チャンネルは刑法と刑事訴訟法、民法と民事訴訟法って何が違うの？でした。チャンネル登録お願いします。